していってね。この動画はおすすめ映画のあらすじ解説、おすすめ度を紹介する動画です。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。AK-47、最強の銃、誕生の秘密2020年、世界中のテロリスト御用達の、大ヒットアサルトライフル AK-47 を作った、カラシニコフのドキュメンタリー映画。カラシニコフさんが作った銃なので、愛称カラシニコフって呼ばれているので、山田さんが作ったおまんじゅうを、山田っていうみたいな感じですね。今北さんよ。内容は主人公のカラシニコフの、生い立ちを書いたドキュメンタリー風作品。田舎の学のない農家のせがれが、どういう経緯で出世していって、AK を作るに至ったのかの経緯を書いたサクセスストーリー。見どころ。当時のスターリン時代における綺麗なソ連と、ガッとコネのない農家のせがれのカラシニコフが、どうやって AK を製造するまで出世できたのかを追体験できる。金とコネと地位が物言う共産主義国家ソ連で、金とコネと学のない田舎者のペイペイの主人公が、ソ連らしいやり方で出世するシナリオは、見てて学術的に面白いし、この作品を見ると、ソ連って国は、スターリン時代から、文化が全く変わってないなって感じられる部分も、モルトベーネな作品なので、ドキュメンタリー風の作品であり、シナリオは銃を設計するという過程の話なので、ドンパチシーンはほぼない。また、2020年の映画ながらハリウッド映画ではないので、ラブロマンスのシーンが入ったりと、テンポや映像の作りは、1990年代のハリウッド映画みたいな感じなので、2020年向けではないので 2,3 倍速。スキップを多用してみるのがおすすめ。誰におすすめなのぜ？ミリタリーオタクだったり、あとはフライト中に見る暇つぶしにもってこいの品質の作品。男の子向け。内容は学もコネもない田舎者が、独裁国家で上京しててっぺん勝ち取るという感じの、王道を行くサクセスストーリーだし、ラブロマンスありの見せ方が、古いハリウッドっぽくてノスタルジーに惹かれるし、ドンパチがない地味なシナリオながら、普通に面白い映画にまとめてるところが5位数。コネ社会でのし上がるって、こういうやり方なのかって感じの、民主主義国家とは違ったやり方の、のし上がり方だったり、とにかく権力に忖度する社会ってのが、追体験できて面白かったのぜ。あと普通にカット割りが古いというか、キビキビしてなかったり、ラブシーンが入ってたりして、なんかジパングの映画みたいだなって思いまして、ちなみになぜラブシーンが必要ないのかというと、無駄にレーティングが上がる可能性があり面倒くさいのと、そもそもそういう劣情を催すコンテンツがたしなみたいなら、最初から性欲を持て余す、専用のコンテンツを見ればいい。中途半端が一番いらないって部分と、ラブシーンが入ると、アクション映画好きからすると、集中というか持続力を切られるから、そうすると離脱率が上がって最後まで見てられないから不必要なのぜ。ただ、この映画はドキュメンタリーの要素が強いので、こんな感じの人が、あの AK を作ったのか、とか、こうやって奥さんと結婚したのね。って感じのほぼドキュメンタリー作品なのぜ。この主人公、とにかく挙動不審で、モノホンのカラシニコフもこんな感じの人なのかな？考察できます。食い方が汚いのと、ずっと食べ物食ってる感じの、変なおじさんなのぜ。ちなみに AK がなぜ、当時の画期的な銃なのかというと、このシーンで出てるように、徹底的に簡略化され、整備のしやすい構造。隙間をあえてたくさん作ることによって、多少砂が入ろうが強引に発動できる優れた設計思想、金属を多用することによる信頼性の向上、と、部品点数が少なく作りが単純なので、中東とかでは、農家とかが AK を家族経営で作るなどして、大量にあの辺の紛争地で流通しているし、とにかく信頼性が高いという理由から、テロリスト御用達となった名作。ただし、2020年の銃器と比較すると、これらの長所が短所となっていて、性能としては心もとない。というのも、AK シリーズと、最新の MX7 とかと比較すると、激しい環境においても両方とも信頼性という面では同じくらい優れている。むしろプラスチックを多用した MX7 の方が、極寒の環境で金属に皮膚が張り付くといった事故が少ないし、熱帯の環境だと、膨張率の低いプラスチックの方が有利だったりする。次に当時としては画期的な分解しやすいという設計、この部分なのぜ。これが、現在主流のピカニティレール。こんな感じでいろんなモジュールを付けたりできる。あらゆる環境に柔軟に対応できる、画期的なシステムなのぜ。これを付ける上で AK の設計は、かに T レールに向いていない。この設計のせいで、スコープをつけた時などにマウントがガタつくので命中率が悪くなる。設計上安備、両機器用の設計にしづらい。最後に最大の欠点が、AK-47 が当時において革新的すぎたため、AK の設計を全て捨て去って、2020年以降に最適化された銃を作ることができない。2020年以降のトレンドに追いつくためには、改良ではなく刷新が必要なので、いかんせん名作すぎたせいで、どうしても改良って方に圧力がかかるので、ドラゴンボール Z における茶をずかしちゃった部分が課題であり、この辺が人間らしい欠点が出てて面白いので。で、一応 AK シリーズもプラスチックを多用したりと、現代風にアップデートする努力をしているんだけど、AK-47 以降の AK シリーズは名作ばかりで、AK の構造を踏襲しているせいとかもあり、散々な結果なので。ただくっそ激烈に製造コストが安いので、ひき肉に持たせるなら AK 以上にコスパのいい銃はないと思われる。最後におまんじゅうの独断と偏見だと、おすすめ度は星5個中星3つ。普通に面白い作品だし、ミリオタなら、カラシニコフってこんな人なんだ。ってなんとなく想像できるし、田舎者のペイペイが成り上がるストーリーは、王道を行く感じで普通に面白い。最後までご視聴ありがとうなので、皆さんのこの映画に対するコメント、お待ちしております。いいねしてくれたり、ファンになってくれると嬉しいので。それでは、次の動画か夢でお会いしましょう。ラブ&ピース。